こんにちは、辰巳ひとみです。今日は普段着物の着付けの様子お届けしていきます。4月の中旬になって、なんかちょっとまだ肌寒いなっていう一日でした。お日様は出てるけど、なんかこう風はまだちょっと冷たいっていう感じですね。はい、まだまだ合わせが活躍するかなと思います。あと、まあよく活動する予定でしたので、洗える長襦袢を選びました。そして、下着は自分で手縫いした湯文字とさらしで作った胸当てをしています。縫うのはね、本当に得意じゃないんですけれども、自分の、まあ、ジャストサイズの下着、肌着っていうのはもう着ていてとっても心地がいいので、本当まっすぐに縫うだけなので、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。一度着たらきっとやめられないんじゃないかなと思います。特にあの湯文字は体をこう整えてくれるだけじゃなくって、ほんとメリットいっぱいあるんでおすすめです。で、今日あの着ようかなと思ったら、なんとスナップが取れてたので、クリップでこうチュチュッと止めて着付けをしています。重かった、3つつけたら重かった、一つで良かったかな、後で思いました。で、リユースで1000円で買った着物 なので、あのガンガン着ていきます。もうそれこそ着て着て着倒してっていうところですね。お手入れに出す予定は、まあ、ないので、たくさん着たいと思います。あと、この花粉の時期は大島紬おすすめじゃないかなと思います。生地がこのさらっとつるっとしてるので、花粉とか、まあほこりもつきにくいっていうのもありますし、私は花粉症かなーっていう感じです。なんかまだ認めてないんですけど、はい、この時期鼻がうずうずする方は大島紬いかがでしょうか。はい、動きやすいですしね、本当にあの普段着るのにはぴったりじゃないかなと思います。私は大好きなだけかもしれないんですけどね。はい、で、朝はだいたい10分ぐらいを着付けの時間にとってます。どうなんだろう、着物を着るこの過程が結構好きなので、ゆっくりこうなんか生地の感触とかをこうたっぷり指先で味わいながら着ているので、決して早い着付けとかっていうわけではないんですけど、体にこう布を沿わせて指でこう着物を触って、はい、この時間結構好きです。バタバタしてるんですけどね、朝は。でもなんかこの着付けの時間にこうほっと落ち着くというか、着ながら、そしてあの今日の、まあ、段取りというか、お昼は買い物に行ってとか、午後はあの今日はこの子供たちのこの稽古があるなとか、何時にお迎え行かなきゃなとか考えながら着物を着ています。上がりましたね。どうでしょうか、あのレースが黒いというか、お花がねついているので、半襟のお花と紬のこのお花模様と合わせて見て、春っぽい、自分の中でですけど、ほんと自己満足ですよね。自分の中で、まあちょっと春っていう感じしてます。色じゃなくてお花っていうところでね、見ました。そして今日は半幅帯です。これもポリ素材なのかな、
でもね、あの織り人っていう帯なんですけど、張りといい、まあ、質感といい、すごく使いやすいです。で、いろんなデザインがあるから結構なんかあれこれ欲しくなっちゃうんですけど、うん、初心者の人とかにもこの織り人の帯いいんじゃないかな。価格帯的にも結構おすすめです。はい。で、このあたりまで来たらどうやって結ぼうかなっていつも悩みます。で、悩んであれこれ考えて、結局リボン返しっていうね、一番シンプルな感じになってますけれども、一つ気をつけていることがあって、あの私体が大きめなので、このリボンがこう体のこの線から出ないように、はみ出さないように横にこうバーンって張ったりとかして、こうすると後ろ姿が大きく見えちゃうので、そこだけは結構気を使ってます。リボンの部分が大きくなったなと思ったら、ちょっとあの先を垂れ下げてみたりとかして。でね、またね、ちっちゃくちっちゃくしすぎるとお尻の大きさが強調されちゃうんですよね。なのでその辺のさじ加減も考えながらやってますけどね。後ろ姿結構見られてるような気がするんですよ。自分だと見ちゃうしね、あの人が来てたら後ろ姿結構目で追っちゃったりしませんか？私はもうガン見です。なんなら上から下まで舐めるように見ております。はい、できましたね。こう体からはみ出さない大きさで作って、後ろに回して、でね、ちょっとこう柔らかいというか、あの針があのそこまでないので帯板も使います。ビータはね、なんか子供のやつとかサイズ的には小さいものを使うことが多いですね。本当にこうお腹の部分だけあのシワシワってなってるのがやっぱり嫌なので、そこに使ったりします。でもね、出かけない日はそんなに入れないかな。お好みでいいと思います。そんなもんです、普段着物なんて。はい、いつもいつもお雑誌のようにバーンとキラキラっと綺麗にはねいられません。ただあの動きやすいとかね、そういうところに重点を置いて来ております。はい。で、これね、なんか私珍しくちょっと可愛い帯締めをしてみました。薄い水色とピンクが入った帯締めなんですけど、あ、これもいただき物ですね。最後仕上げをチェックしてできました。今日はどんな一日になりますかね。地味かな、まあいっか。ご視聴ありがとうございました。